カールルートビヒギシック、カールルートビヒギイザケを名乗った。ドイツのオペラ俳優、脚本家、極地探検家、鉱物学者である、アウクスブルクの仕立て屋の息子に生まれた。アウクスブルクの高校で学び、校長の推薦で1781年から1783年まで、ゲッティンゲン大学で法律を学び、自然科学にも興味を持ち、 自然学者のヨハン・フリードリヒ・ブルーメンバッハの講義にも参加した。1784年に大学を退学し、旅芸人になり、芸名を名乗り、6年間、様々な劇場で働いた。1789年にフリーデルが経営するウィーン、ビーデンの劇場に雇われ、フリーデルの後を工業試験脚本家、俳優のエマヌエル・シカネーダーが継いだ後も、 俳優として残された数人のうちの一人となった。俳優としては、モーツァルトのオペラ、マテキの1791年の初演で奴隷の役を演じたことが知られている。俳優としてより裏方として有能であったため、研究者、ジュリウス・コルネットは1818 18年に、マテキの脚本は、ギーゼ家の作品であるという説を出したが、モーツァルトの研究者によって否定されている。 フィガロの結婚やコジュファントゥッテをドイツ語で演じるためにドイツ語への翻訳を行ったとされる。1789年から1800年の間に15以上のオペラ台本を書き、ウィーンの作曲家によって作曲され、ウィーンで上演された。1788年にフリーメイソンの会員となり、モーツァルトと同じロッジに属していた。1800年に演劇関係の仕事を止め、 鉱物関係の商人となり、ウィーンを去った。1801年に、フライベルクで、アブラハム・ゴットロープ、ウェルナーの下で学んだ後、王立プロイセン鉱山顧問の資格で、スウェーデン、ノルウェーで、鉱山技師などで働いた。デンマーク国王の許可を得て、1806年から、グリーンランドの鉱物調査を行うが、ナポレオン戦争に伴うデンマークとイギリスとの戦いは、 二年の予定の調査が期間できたのは1813年とまでなり、収集した標本を載せた船はイギリスに打破されるなど失われることになった。グリーンランドでは、鉱物調査の他に、苔類も収集し、ローレンツ・クラサンス・フォンベストによって、新種として記載された。後に、グリーンランドでの調査結果を、グリーンランドの鉱物探検。 ミンダレジェスクラ一切グレンランドとして出版した。グリーンランドに長期の大流を強いられ生還したことが探検家としての評価となり、1814年にエディンバラ王立協会の会員に選ばれ、同じ年にデンマーク国王から爵位を与えられた。当時英語が十分に話せなかったにもかかわらず、ダブリン大学の鉱物学の教授に任じられた。その後も鉱物調査を行い、 ダブリンで没した。ギシックは、植物の学名で命名者を示す場合に、カールルートビヒギーザケを示すのに使われる。ありがとうございます。